赤富士スロットのセカンドチャンネルです。クリスロットです。カリフォルニアやラスベガスで人気スロットを紹介したり、スロットの遊び方をクリスロットチャンネルと一緒に実践動画を配信していきます。こんなスロットやってみたい、見てみたい、そのようなリクエストがございましたらコメント欄で教えてくださいね。それでは今日ご紹介するのはレイキングベーコンという人気機種のオデッセイという寝台になります。豚ちゃんですね。ブーブーです。ブーブー。今回ですね、フリープレイと言いまして、カジノからもらえるコンプみたいなもんですね。ですね。フリープレイ、キャッシュにはならないんですけども、直接ゲームにこうやってダウンロードしてゲームで勝ったお金はもらえますので、100ドルもらえましたので頑張ります。これもデノミネーションになってまして、1セント、2セント、5セント、10セント選ぶことができます。で、私は、いつものように2セントを選びました。ボリュームを大きくして、ベッドはですね、88から880までかけられます。1ドル76、3ドル52、7ドル04、10ドル56、17ドル60がマックスベッドになります。やはり3ドル52ですね。いつものようにやってみました、はい、このブーちゃんの、コインのブーちゃん、これがワイルドになります。シーザーのブーちゃん、この、なんだ、お金がたくさん貯まった亀みたいな、これが3つ来て、ボーナスがもらえます。左から1,2,3って来なきゃいけないです、ボーナスがね、マークは。ラッキーフューチャー来ました。ボーナスゲームです。10フリースピンになります。で、ボーナス中に矢印、上に向かった矢印が今来ましたね。これが来るとビューンとその列が伸びて、矢印が来た列が伸びてくる。そうです。今2列目3列目来ました。そうするとね、幅が広がるんですよね。あのチャンスがそれだけ増えるってことね、うん、で、一度伸びたところにまた来た場合はこのブーちゃんがワイルドをくれます、どこかしらに。カメとハーブ、ハーブだね、うん、ハーブ、ハーブだね、ハーブなんていうか、こと洋風のこと、ハーブだね、ハーブ、ハーブ。このグーちゃん、ほんと可愛いんだよね。これも何か揃えてくれるね、ハーブを揃えてくれるかな。15ドル84のボーナスウィンになりました。で、
このフリープレイでやってますけど、フリープレイっていうのは、あのカジノが提供しているあのプレイヤーズカードっていうのがあるのね、はい、そのカードを機械に差し込んでプレイすることによってポイントが増える。そのポイントの数によっていくらかフリープレイがもらえたり、はい、ただな宿泊がもらえたりとできたりとか、あと食事ができたり、はい、あのしますので、必ずカジノに行ったらあのプレイヤーズカードを作ってください。今度ラスベガスに行った時にその作り方をまたあのご紹介したいと思います。そうですね。ね、あのメンバーになるのはただだもんね。そうなの。で、得点がどんどんもらえますので、うん、あの必ず作ってあのプレイした方が得だと思います。私もそう思います。まだフリープレイ中ですので、赤い字になっているのね。え、まだフリープレイ中なの？そうなの、まだフリープレイ中なの。フリープレイ中なの。そうそうそう。今ボーナス中。さあ、もうボーナスはね、残念ながら特に終わっちゃったのよ。すみません。いいえ、間違えちゃったのよ。でも100ドルが、100ドルだったね、私フリープレイ。そうそう、全部持っていいね。で、その100ドルでプレイした分で得た、お金は全部キャッシュでいただけますので、フリープレイ。あ、今終わりました。100ドルが、いくらになったの ?200? ね、みんな知ってる？これさ、上に箱があるでしょ？これ時計をね。ギフトでもらったの。あ、そうなんです。で、クリね、おバカだからね、これを置いてきちゃったんだよ。いや、置いてきたんじゃなくて、横に置いてプレイしてたら、隣のおばさんに取られちゃったのよ。それ私気づかなかったのよ。あ、でもね、それ言い方がちょっと違うな。隣にいたおばさんに取られたのは、彼女が勝手に隣の隣に移動したのよ。そう。あの時計置いたまま。そう。忘れちゃったのよ、ね、要は。で、5分後に行ったらもうなかったのよ。そりゃないよね、5分後じゃね。しゃあないね。そうだね。私のもんじゃなかったんだよ。それでは。ご視聴ありがとうございました。またね。またね。